その時作ったお薬がこれなんだけど。何それ、猛毒？違うよ、見た目は悪いけど健康にもいいんだよ。疑ってる。じゃあいいよ、メイン君、試しに飲んでみて。僕が？大丈夫なのかな。大丈夫だってば。危険な材料は少ししか使ってないし。少し使ってるんだ。お前も男なら腹をくくれ。そうよ、幽霊もそんなに悪くないわよ。それはどういう意味？静かにしてもらえないか。あ、ごめんなさい。少しくらいいじゃない、せっかくの放課後なんだし。ラクシス君も一緒にお話ししましょうよ。結構くだらない話に付き合っている暇はないので。でもこうやって話してるのも楽しいよ。あ、どこ行くの？図書室に。騒がしくて集中できそうもないので。何よあれ。ロクシス君、全然おしゃべりしてくれないね。なんであんなやつ誘ったの？まあ男の勘というやつだな。全然意味わかんない。だが確かにこのままではつまらんな、ウェイン。なんとかしてこい。だからなんで僕が？それが一番面白そうだからだ。先輩命令だからな、拒否は認めん。あらあら、責任重大ね。でもフィロの薬を飲まずに済んでちょっと助かったかも。
た。くそ、もう一回。何度やっても無駄じゃ。懲りぬ男よの。なぜ無駄だと。私の能力が足りないとでも。まだわからぬか。マナの意思に反して契約を結ぶなど不可能じゃと。ではなぜ私との契約を拒む。わらわは面食いでの。お主のようなやさ男はつかん。そんな理由で。あ、いつからそこに。あの、ごめん。ああ、ずいぶん嫌われておるの。お主、あやつの仲間かい？はい。君は？わらわは光を司るマナじゃ。そうか、ロクシスはマナを持ってないから。らしいの。おかげでこうして付きまとわれておる。どうして契約してあげないんですか？からかうと面白いからじゃ。そんな、誰かと同じような理由で。美少年が苦悶と愛玩の目で見つめてくるのじゃぞ。よくわかりませんけど、なんとか契約してあげてくれませんか？何故お主が気にかける？これが仲良くなるきっかけになれば。よくよく見ればお主も面白そうな男よの。よかろう。ただし条件がある。本当ですか？お主も錬金術師の卵じゃろ。プロージョンを持ってくれば考えてやるのでもない。プロージョンですか？わかりました。なんとかやってみます。ここで何をしている？あと、その手に持っているのは？マナに頼まれて。それを持ってくれば私と契約を交わすと約束したそうだな。聞いたんだ。だったら。どういうつもりだ？え？同情か、哀れみか、それとも私を見下して楽しんでいるのか？そんな、僕はただ。才能を持ち合わせた奴は違うな。そういう態度が、どれだけ私の。お前にだけは施しは受けない。マナくらい、自分の手で契約してみせる。ロクシス。酔いなじられっぷりじゃった。おや、なんじゃ、泣きそうな顔をしよって。お主はてっきり M かと思うとったわ。何ですか M って。こうなるって分かってたんですか？予想通りの展開になったの。目の保養になった。礼を言うぞ。これ作ってきたんですけど。六子、そんな約束したかの。考えておいてやるとは言ったが。そんな。そもそもマナと人との契約に他者が首を突っ込むのが間違いなのじゃ。結局ロクシスを怒らせただけってことか。参ったな。じゃーん、完成したよ。たくさん取れたよ。はい、材料取ってきたわよ。見ろ、上場の出来だろ。頼まれていたものできてるぞ。先輩、取ってきた材料の確認をお願いします。